はい、どうも、補正 TV 始まりました。ケンタです。今日はですね、補正のことではないんですが、ファッションデザイナーを目指す服飾学生におすすめのアプリ3選ということでやっていきたいと思います。なぜこれをやるのかというと、ファッションデザイナーになるには、学校で学ぶことも大事なんですけど、それ以上に好奇心を持って、服や様々な情報を自主的にインプットしていくことがすごく重要だからです。今日紹介するのは、そんなインプット力を飛躍的に高めてくれるアプリです。それでは早速やっていきましょう。おすすめアプリその1、ボーグランウェイ。このアプリはパリやミラノ、ニューヨークなど世界中のコレクションを簡単に見ることができるアプリです。東京コレクションも見ることができますが、東コレの数は少ないです。日本人としてはそこが少し残念な部分ではあるんですけど、いつでもどこでも誰でも無料で世界中のコレクションを見ることができるのは今の時代ならではです。僕は普段栃木県の宇都宮という地方都市でファッションデザインなどを教えているのですが、地方でファッションを教える時の弊害として生徒がいい服を見る機会が少ないというのがあります。もしデザインが洗練された服や奇抜な発想の服、トレンド性もありながら新しさもある服、そういったものを作ろうとしたら当然いい服を見ることが不可欠になります。どのジャンルでもそうなんですけど、例えば企業が新しい商品開発をするとしたら、まず競合でヒットしている商品をリサーチするところから入ると思います。いいものを作りたかったらいいものを見る、これはものづくりの基本です。そういう意味でどこに住んでいても最高級の服のコレクションを無料で見ることができるこのアプリは誰にでもおすすめできます。アプリを開いたらまずは様々なコレクションをたくさん見て、自分のお気に入りのブランドを見つけます。見つけたらそのブランドの過去のコレクションを遡ってみたり、お気に入りのルックを保存したりしてください。なぜそのブランドやルックが好きなのかを言語化できるとなおいいです。ただ一つ言っておきたいのは、そこにあるデザインをそのままパクるようなことは絶対にしないでください。アイデアがない人ほど簡単にデザインをパクりたがります。参考にする場合はパクるのではなく、自分のフィルターを通して新たなデザインとしてアップグレードさせてください。知識の分だけいいものが作れると僕は信じています。たくさんのいい服を見ましょう。ただグラフィックデザインなどと違い、服には質感や着心地もあるので、実際にお店で良い服を触り試着するのが一番の勉強になるということは付け加えておきます。おすすめアプリその2、Pinterest。 Pinterest は直感的に画像を検索できるアプリです。これは見た方が早いと思うので画像を見ながら説明しますが、こんな風にキーワードを入力するとそのキーワードに近い画像が出てきます。基本出てくる画像のクオリティが高く、画像をクリックするたびにその下にまた新たな画像が出てくるので永遠に惚れます。これはファッションデザイナーだけでなく美容師や花屋の友人も参考画像を探すのに使っていると言っていました。あらゆるクリエイティブなことをする人におすすめのアプリです。おすすめアプリその3、アイビスペイント。先ほどの2つはインプットのためのアプリでしたが、これはインプットした情報を形にするためのアプリです。いわゆるお絵かきアプリですね。有名なお絵かきアプリとしてアイビスペイントの他にプロクリエイト、クリップスタジオなどがあるのですが、今回アイビスペイントを勧めたのは無料で使えるから試しに使ってみるのに最適だと思ったからです。お絵かきアプリに慣れてきたら他のアプリにも挑戦してみてください。お絵かきアプリはできれば iPad など画面の大きいデバイスと Apple Pencil などのペンで使うのが理想ですが、スマホで画面を拡大しながら指で描いている人もいます。スマホ1台あれば絵が描けるのですからいい時代ですよね。指で描いていても表現力は身につくので、 iPad などを持っていない人は最初はそこからスタートしてください。ちなみに僕は Procreate を使っています。 Procreate は買い切り1220円なのでコスパ的にも非常にいいです。そのくらいなら出してもいいよという人は最初から Procreate でもいいかもしれません。 Clip Studio はプランによって値段は変わりますが、サブスクなので毎月お金がかかります。初心者の方にはおすすめしにくいですが、イラストレーターの方などはクリップスタジオを使っている方が多いので
さらに上を目指す方にはおすすめです。お絵かきアプリはデバイスさえ持ち歩いていればいつでもどこでも絵が描けるし、デザイン画など見たいものをいつでも取り出せるので、紙で管理していた時代に比べて非常に便利です。色なども自由に作れるし変えられるので、絵の具で色を混ぜたりコピックを揃えたりといった手間もありません。デザイン画の表現力はいつの時代もファッションデザイナーにとって必須のスキルです。こういったアプリを利用して絵を描くことを習慣にしてください。というわけで、デザイナーを目指す服飾学生におすすめアプリ3選いかがだったでしょうか。今日紹介したアプリはいずれも無料で使えるので、ぜひダウンロードしてみてください。他にもおすすめアプリはありますが、僕が最初の授業で紹介しているのはこの3つになります。僕が知らないだけで他にもいいアプリがあるかもしれないので、おすすめアプリがある方はぜひコメント欄で教えてください。今回の動画もそうなんですけど、僕は普段服飾の講師として教えている生徒たちが限られた時間の中で少しでも成長してくれるように考えて動画を作っています。これからも服飾学生や服作りを学ぶ方のためになるような動画を作っていきたいと思うので、この動画が少しでも気になってくれた方はチャンネル登録、高評価ボタンいただけると嬉しいです。今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。